宝塚大劇場のドンチョウドンチョウとは、舞台にある幕の一つで、客席から舞台を隠すための幕である。略してドンということもある。芝居ではその始まりと終わりを示し、観客を誘い込む、重要な役割を担うものの一つである。演出上、また構造上ないこともある。通常のクラシック音楽系のコンサートでは、 演出上でなければほぼ使われない。また、ポピュラー音楽系のコンサートでも最近は使われないことが多い。各劇場、ホールで様々な形や模様、絵柄のものがある。会場後開演までの間、及び終演後に、長時間客の目に触れるため印象に残りやすく、その施設の顔とも言える。プロセニアム形式の舞台には必ずあるが、 小規模な劇場には設置されていないこともある。単にドンチョウという場合には、上下に昇降するもののことを言う。多目的ホールなどで一種類しか設置していない場合は、単に昇降するドンチョウとなる場合がほとんどである。絞りドンチョウは、ドンチョウ裏面にワイヤーを数本取り付け、前面に細かい膝を取ったドンチョウ。クラシックバレエ等で使用するものであるが、全般的に利用頻度が低く。 メンテナンスも不可能で交換しかないため、あまり積極的に設置されるものではない。ワイヤーの巻紙装置により、ドン調の上げ方に変化をつけることが可能な変形絞りと呼ばれるものもある。生地は比較的薄手でしなやかで、しかも丈夫な生地が適している。割りドンは中央から割れる形式のドン調全般を示す。引き割りドン調かみてもしくは下側に開くドン調。 引き割り方式で幕が中央から割れて両サイド髪型に向かって開くドンチョウ。裏面にロープやワイヤーが斜め方向に取り付けてあり、開閉方法にもイタリア式、ドイツ式、フランス式等様々な形式がある。上手ドンチョウと下手ドンチョウは舞台中央部分で数十センチメートル重なるように設置する。日本では通常客席から見て、 上手ドンチョうが手前に来て、下手ドンチョうは奥になるよう設置しているが、欧米のオペラ劇場では、重ね方が日本と逆になっていることも多いようである。生地は一重仕立てで、裏生地はつかない。ドンチョうの操作は、施設によって違うが、電動式で舞台袖などの操作盤に開閉ボタンがあることが多い。安全な操作と故障防止のため、ほとんどの場合、他の釣り物、 舞台機構同様に係員のみが行う。鈍ん調という言葉は使っていないが、ここから出た言葉。開く、引くは、定式幕の動きから来ていると思われる。ありがとうございます。